こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、今回もになるのかな。ソニーのバブルカスラジカセのですね、CFD の900についてなんですけれども、前もね、ちょっと、もうその8、その9になるのかな、もうね、9回にわたってですね、いろいろレポートしてるんですけれども、前にね、やっぱこれ、このね、あ、カセットテープのギアの部分ね、この2つずつついてる、部品が、まあ、これね、このようにね、割れてしまっているよっていう話、ここね、ここ今ちょっと見にくいかもしれない、ここね割れちゃってるんですよ。これによってですね、ギアがこう止まってしまうんですよね。はい、こういうのがあったっていうことですね。CFD の900はですね、まあ頼まれたんですけど、それでダメでね、この部分を交換する必要があると。それで、実は、まあ、もう一つ、これね、こう二つ、四つあるんですけど、四つになっちゃうんですけど、四つっていうかね、これは、今回、CFD の、700を分解したんですよ。細かいレポートはちょっとしないですけど、ほとんどですね、CFD の900とですね、同じですね。世代的にも同じですし、だから、この700の、上位機種として多分900があったと思うんですよ。なので、ほとんど同じ部品を使ってます。その辺はね、読み通りでね、この、例えばカセットのユニット、これ全く同じですね。基板も含めて、この後ろに、このようなね、基板がついてるんですけど、これも全く同じですね。なので、前回の時も、もしかすると CFD の700が、700のね、このギアの部分の部品が、そのまま使えるじゃないかっていうことでですね、今回預かってた700の方をですね、分解してみたんですけど、同じ部品ということで、こう、乗せ替えれば使えるっていうことは、それは確認できたんですよ。ところがですね、この部品ね、同じものなんで、結果、同じように壊れてました。はい、全部。だから、これ、一つの機種ね、900も700も、4つ使ってるんですよ。このカセットの一つのユニットに2つ使ってます。それが、ダブルカセットなんで2つあるんで、4つですね。この部品ね、4つ使ってます。700の方も同じ部品を同じように使ってるんで、4つ使ってます。なので、両方とも共通した部品であることは確かなんですけれども、両方の機種で同じように同じところが壊れてるっていうことですね。だから、こうよくね、修理の世界では2個1とかって言ってですね、2つのものを揃えてですね、こういいところだけ取って1つの、まあ、ちゃんと動くものを作るっていう2個1っていうのなんですけど、これに関しては2個集めようが10個集めようがですね、壊れてるものは1個同じなんでねいくら集めてもですね、2個1で直すことは不可能だっていうことがこの機種では分かりました。ということは、これから始めなくちゃいけども、そこでね、僕の場合はね、じゃあダメだねって言えないのがね、僕の性分でしてね、じゃあこれをどういうふうに作るか、どういうふうにするか。前にも言ったようにね、最終的にはこれ、これ、修理はできないんですよ、これね。ここね。接着剤完全にダメなんでね。これ、一回ね、解析して、この構造をね、ちょっとね、解析しないといけないんですよ。この中にね、この変な、樹脂、黒い樹脂が入ってるんですよね。この意味、
が何なのかってちょっとわからない部分と、あとですね、多分問題ないんですけど、このくぼみね、この内側のね、くぼみ、抜いてますよね。これはね、多分ね、関係ないんですよ。これ埋めちゃっても全然問題ない。なので、この円の部分と、この弧っていうのかな、弧じゃないか、この、平らな部分、ここは残さなくちゃいけない。あとね、もう一つわからないのが、ここね、ここの切りかけ。ここのね、ここの切りかけね、これが意味があるのかどうかわかんないですね。ね、弾力性が必要なのかちょっとわかんないですね。あとは、ここに開いている、まあね、穴とかね、そういうのの意味とか、意味があるのかないのかも含めてね、調べて、で、ここの部品をですね、どういう形で取るか、もうやり方はね、5種類ぐらいあるんですよ。5種類ぐらいあるんですけれども、はっきり言ってね、どれも完璧にね、マスターしてない部分なんですよね。なので、ちょっとね、時間いただかないとですね、これは治りませんけど、前にもね、まあこれではないんですけど、やっぱギアこういうの壊れたやつは、レーザーカッターを使って、直したことがあります。今回もレーザーカッターはですね、ちょっとね、使うかな、ちょっとね、微妙なんですけどね、ちょっとまたね、こう考えないといけないですね。でも多分できますね。僕がね、もう何十年も前にアルバイトで行ってる時に、アルバイトに行ってる時に、そこの専務に言われたんですよ、言葉があってですね。技術者がこれはできると思ったことは絶対できるんだっていうことを言ってましたね。技術者じゃないけれど別ですよ、技術者の勘っていうのは当たるんだって言ってましたね。だから技術者があこれはできると思ったことはですね、いろいろなね、まあなんていうんですかね、壁はたくさんあるんですけど、必ずできるものだから諦めるなっていうことをね、その時にね、畠山さんっていうね、専務ですね、ベンチャー企業の、本当ベンチャーですね、10人ぐらいの会社なんでね、スピンアウトしてフェアチャイルドっていうところからスピンアウトして、作ったね、ゲームの会社なんですよ。今はね、ゲームの随分あれですよ、アーケードゲームっていうね、インベーダーゲームとかね、あの辺とか、あとパチンコとかですね、オーストラリアのカジノの、ギャンブルのね、カジノのね、マシンをね、作ってたベンチャー企業なんですけど、そこのね、専務に言われたことあります。だからね、自分がこうできると思ったことを信じなさいっていう、諦めないで信じなさいっていうことを言われたことなんでね。で、僕も、まあこれ今こういうのを作るためにいろいろ準備とかね、100% 今できてるわけじゃないですけど、準備してて、で、その段階でこうできると感じてるんで、これできるんですよ。ちょっと時間かかりますけどね。ただほら、依頼されてるとね、どうしてもやってしまうんでね、早くやってしまうんで、まあ1ヶ月、かまあ、せいぜい2ヶ月ぐらい先にはもうこれはできると思います。以前もね、DDQ っていう、今ね、12万ぐらい、ジャンクで12万ぐらいで売られてるのかな、多分ね、完璧に整備されて動かせると多分20万ぐらいするマシンがあるんですけど、ウォークマンがあるんですけどね、それもヒンジ部がですね、ポキンと折れちゃってまして、それをね、全部作り直しましたんで、多分これはね、いろんな方法を使って直します。もともとね、ギアとかそういうのを、まあ僕なんかはね、どちらかというとね、まあ楽観的っていうかですね、まあそういうふうに考えちゃうんですけど、基本的にね、こういう構造物ね、それはですね、もう江戸時代からですね、あったものなんですよね。からくり人形とかね、そういうことでね、江戸時代
にはそんなに工具とかねコンピューターもない時代にこのくらいのものはある意味作ってたんですよ。まあ大きさは多少と小さいかもしれないですけれども、本当にね東芝の創始者の、田中茂なんとかさんだったっけな、うん、ね、から、ね、東洋の、なんだエジソンとかね言われてた人なんですけど、一番有名なのはですね、国宝になってるのかな、国宝なのかなちょっとよくわからないですけど、万年時計っていうね、一回ネジを巻くとですね1年間動き続けるね、時計ね、和時計と洋時計とみんなねついてるようなねすごいやつ、どこだっけな、まだね実物見てないんですけれども、国立博物館とかそういうようなところに確かあると思うんですよね。それもね一人で1年2年ぐらいで作っちゃったのかなそういうすごい人がいるんですけれども、まあほとんど手作りですよね。なのでこのくらいの技術はですねある意味僕からすれば江戸時代の技術かなと思ってるんで、できないはずはないという、スタンドですね。まあ樹脂とかねいろんな、違いはあるんですけれども、構造的にはできないことはないんでね、なのでやるかやらないかなんですけどね、だからやると思ってますんで、このまま、これもね、あとねもう一つね、修理っていう意味じゃないんですけど、物事をやる時のですね、まあビジネスもそうなのかもしれないですね、これねこれ全部壊れてるんで、この部品がないと、直らないですね、この部品がないと直らないということは、この部品が核になってるわけですよね、だからこの部品が手に入れば、要するに自分で作ればこの機種は全部僕が直すしかなくなるわけですよね、それはオンリーワンなんでね、それは一つのチャンスでもあるんですね。で、それに関連した話なんですけど、今中国のとアメリカの貿易摩擦というか貿易戦争というかですね、やってますよね。その中でまあ今月から先月かなちょっとわからないですけど、5月に入ってかな、ZTE か中国のなんだっけ、通信メーカーですね、通信機器メーカー、それが今生産停止というかですね、販売停止というかですね、になっているわけです。まあいろいろと あるんですけど、いろいろまあちょっとイランとか北朝鮮とかにまあ制裁かけてるところに、まあ、販売したとかね、いろんな、ことによってアメリカに制裁されてて、基本的にはアメリカとかですね、そういうところでまあ輸入しないっていうかね、購入しないっていう、まあ、ZTE からのものを、購入しないっていうことになっててですね、それとあと、特にアメリカ政府内ですかね、 軍とかも含めて、一切使用禁止になってるんですね。 ZTE の製品自体をね使用禁止っていうことを言ってますね。まあ全面的なものかちょっと分かんないですけど、そういうことになってます。で、それだけではね、製造中止とかにはなってない。日本にでもドコモとかですね、ソフトバンクなんかもまあ一部扱ってたんで、その辺がまあ販売できないということ、あとはですね、スマホの ZTE 製のスマホのバージョンアップね、ソフトウェアのバージョンアップが止まったらしいですね。バージョンアップするところのするための、まあ、サーバーが停止してるっていうことなんで、新しいね、ソフトOS とかのバージョンアップとかが受けられないっていう状態ですね。で、まあそれはね買わない
買わないからっていうこと、うん、っていうか買わない、ね、売るとか買わないとかね話が一つあります。アメリカが買わないっていう話、それとは別にですね、アメリカが売らないっていうところで製造ができなくなってるわけですね。で、スマホの中心、僕もどの部品がどうかっていうのはちょっと詳しくは分かんないですけど、中心的なね半導体、マイクロチップっていうかね、そういう、多分 CPU 周りだと思うんですよね。その辺のチップがですね、ZTE に対して供給しないという、7年間供給しない、技術と製品をアメリカの技術と、製品を7年間、提供しないという、ことになったらしいんで、7年間アメリカの技術とですね、まあ、ZTE に対してね、技術と、そのマイクロチップみたいなね、そういうものが供給されないんですよ。でそれがないと作れないから製造ができない、それ今ファーウェイについてもね今調査中らしいんで、もしかするとファーウェイに対しても同じ制裁がかかると可能性があります。そうするとですね、中止、もう一つあったかな、もう一つのやつにも同じようになってるって言ったかな。そうすると中国にあるですね先進的なそういう電気メーカーの生産がみんなストップして潰れてしまうという事態ですね。それはやっぱりオンリーワンの部分をですね、他から頼ってるっていうことですね。オンリーワンの部分というかその主要なものをね他から頼ってるためにですね、その一つの部品が、一つとは限らないですね、その部品が手に入らないために、製造ができないということです。これも同じことですね。この収入するね、この一つの部品があるかないかでもってこの製品が治るかならないか中国の場合は ある部品が手に入るかどうかで、その製品が作れるか作れないかも決まってしまうというね、なので全体から見るとね微々たるものなんですけど、それがこの中心、それがですね全体の、全体を左右するっていうこともありますね。はい、逆に言うとだから これが揃えばですね、同じもの揃えばできるんですけれども、それがないためにねできない、はい、なのでこの製品に関してはこれがキーになってるということですね。ということはもう多分やらないんですけどね、やらないんですけどここだけね僕が作って販売するとですね、僕から買うしかないということになりますねまあこの部品販売はねちょっと考えてはいないですけど、そういう方法が一つあるのと、まあこの辺のバブルラジカスね、これもしかするとこれと違う、同年代のやつでも同じ部品使ってるかもしれないですね。もしくはまあこれと同様のね部品が使われてる可能性があるんですよ。同じものじゃなくてもね、そういう場合は、こういった部品を、簡単に作れるという技術を持ってるところがですね、これで修理するときにはですね、オンリーワンになれるということですね。だからピンチっていうね、こういうの部品がないというピンチ、それはこれを直せば全部自分でオンリーワンになれるというチャンス。だから常にねピンチとチャンスはね本当表と裏なんですね、本当にね。そして表と裏っていうのはですね必ずついてくるんですね。表があるから裏があるんですね。表だけのものっていうのは絶対ないんですよ。磁石で言えば磁石で言えば S 極と N 極、理論的にはなんかモノポールっていうですね単独で存在するっていうことがあるらしいんですけど、実際的にはね磁石には S 極と N 極がついでなりますよね。そして電気で言えばプラスとマイナス、
まあ電気の世界でプラスマイナス全くというか分離することはできますけどね、プラズマとかね、ああいうのは電子がね、飛んでっちゃって、こう陽子中性子だけの状態になるのかな、高温になってね、確かね、ちょっと詳しくないんでね、間違ってたらすいません。そういうことは起きますけど、特殊なというね。でも裏と表っていうのはね、本当表だけを抽出してくださいっていうことはできないんですよね、物理的に不可能ですね、表だけ、例えばここ裏と表があるとしますよね。じゃあ表だけ取ろうと思って、ここからプシュッとですね、こうカッターで切ったとします。そうすると表が裏がこうついてる時には表と裏がありますね。離した瞬間に両方に対して表と裏ができてしまうんでね、絶対表と裏っていうのは外せないんですね、だから、昔の道教かななんかは陰陽道とかね、そういう形で白と黒みたいな感じで、要するに光が当たれば影ができるみたいなね、そういうところで必ず、ね、まあ、裏と表っていうかですね、何かと何かが対をなすっていう現象が必ずあるんですね。それと同じように、問題っていうのは必ずその、チャンスっていうかね、そういうものを、まあ、一緒に持ってるものだと僕は理解してます。なのでこれちょっと辛いんですけど実はえらい辛かった。これどうしようかなと思ってね、このためにまたね1ヶ月くらい悩み続けなくちゃいけないんでね、あ困ったなと思いつつ、まあ心の中ではやったと思ってる自分もいるというね、そういう複雑ですね。人間っていうのはね、本当にね、人間もねそうなんですけど、表と裏っていう言い方でちょっと違うんですけど、人間もね一つではないんですよ本当に。人間の感情とかね、そういう人格って一つだと思ってるかもしれないですけど、僕は複合ですよね。まあ症状として多重人格とかっていう回性同一性障害っていうね、ものもありますけれども、それはたまたま統合が取れない、要するにおのおのがこう融合できてないで分離しちゃう状態だけど、普通の人間はですね、実際には多分多重人格なんですよ。人格とか、ね、感情とかものすごいごちゃごちゃごちゃといろんなものが入ってるんですけど、一つにまとまってるだけの話なんですね。なので、多重人格とか乖離性同一性障害なんかはそのこう融合が解けてですね、点々バラバラにこう散ってしまった状態だと思ってます、だから、再度ですね融合を取ることでですね一つの人格のようにまとまるということは可能なんでね、実際に、そういう経験してるんで分かるんですけれども、まあ人間の頭の中ってそうやってね、好きだ好きだと思いながら嫌いな気持ちがあったりとか、嫌いだ嫌いなって言いながら思いながら実は惹かれるものとかね、そういうのがあって、だからこそ人間というのは複雑なんですね。機械のようなまあ割り切ったね存在ではないんでね、はい。ということで、まあいろいろまた話してしまいましたけど、まあまた長くなりますんでね、この辺の終わりにしますけど、次に、このね、CFD の、900の話題になった時には、これがね、できましたっていう、報告になると思いますんでね、まあご期待ください。ちょっと1ヶ月、2ヶ月ぐらいかかる可能性があるんですけどね、はい、なのでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。またねパソコンとかもねちょっとやらなくちゃいけないし、今頼まれてるやつもうすぐ2台終わります。んでもう1台平塚のね超お得意さんからのやつももうすぐできます。あとはまあここにねちょっとね次のね
大きいやつもあるんですけど、これもね、まあ、これをこの部品をですね、まあ、作るのと同時にですね、もう一個大きい、これもね珍しいやつなんだけど、なんだっけな、このもうちょっと年代が前になるのかな、これはちょっと分かんないな、うん、あ、そういうちょっと珍しいね、大型のねラジカセも預かってますね。それはね一応ね今月中になんとかしようと思ってますんでね、うん、まだ開けてみないとね分からない、うん、これもね実はこの、CFD の900もですね、実は、うん、最初はこのゴムベルトでゴムベルトプラス、まあ、掃除したりとかですね、その接触不良を直したりすることで、まあ、治るなという、楽観的な、ね、見込みがあったんですけど、でも開けてみるとこういう、ね、大きな落とし穴があるということでね、だから何度もね修理するものっていうのは、修理しているものっていうのは大体どこの部品が壊れてる確率とかね、そういうのがちゃんと見込めるんでね、いいんですけれども、新しいものはですね、新しいものってこれから直そうとするもの、まだ直したことのないものはね、本当にね開けてみるないとわからない部分がたくさんあるんでね、でそのわからないものを、要するにイレギュラーですね、イレギュラーに対してどう対処するかっていうのがですね、いろんなノウハウでもあるんで、ね、これを作るとかね、そういうことを、そういう選択肢はたくさん持ってるという、選択肢をたくさん持ってるからこそイレギュラーが起きた時に対応できるということですね、うん、まあここの問題もそうですけどね、通常運転してる時はあんまり問題ない、だけどストレスとかですね、壁にぶつかったりとかですね、災害とかあった時にどう対処するかっていうのは、前もってですね、ある意味選択肢を持ってることがですね、非常にうまくいくことなんですけど、うん、だけど選択肢を多く持つっていうことは欠点もまたあるんですね、効率が悪いってことですね、人間で言えば冗長性とかね、まあまあ、人間の話だけじゃないですけど冗長性ね、いろんなのに対応できるということはそれだけ冗長って言ってね、いらないものを持つっていうことですね。人間はすごくいらないものをたくさん持ってます。人間が1億じゃないな、100億ぐらいいるんですが、いるっていうことはそれだけ冗長性があるっていうことなんですけど、上昇性があるっていうことはですね、強いんですけど逆に効率が悪いということですね。人間の体だから非常に効率いいように見えていて、実は非常に効率が悪いんです。それは、どんなことがあっても生き残るっていう、生き残れる選択肢という可能性を全部持とうとするんで、どうしても効率の悪いものも人間は持ってるんでね、ただしその効率の悪さがですね、何かある意味有事であるとかですね、イレギュラーとか、うん、そういう、大きな問題が起きた時にその冗長の部分ね、非効率の部分が、役に立つということですね。まあいろいろと脱線してしまいましたけど、これからの課題ですね、課題がたくさんですけどね、はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。これからもね、いろんなそういったまあ自己啓発にも絡むのかもしれないし、精神的なね、今抱えてる、いろんな、僕もそうですけど、僕もうつ病を8年間も経験しましたからね、そういう中でね、絶望とかそういうことは人生の中にたびたび起きると思います。ただしね、さっき言ったように裏と表があるようにね、何か辛い思いした時には必ず僕はその裏というか表の部分というのは必ずあると信じてますんでね、まあ諦めないでっていう、月並みのね話になっちゃうんですけど、ただ諦めないでねって本人には言わないんですよね。なぜかっていうと、本人が言うとですね、嫌なんですよ。僕もそうでした。頑張ってる時にね、頑張れって言われるのは非常に嫌なんですね。なんか頑張れって言われてる
時っていうのは自分が頑張ってないって思われてるのかなとかね、これ以上どうするんだよっていう思いがあるんでね、だからあんまりね、困ってる人に頑張れっていう言葉はあんまりかけない方がいいっていうのがね、カウンセリングなんかの世界ではね言えてることなんですよね。だから災害があって一生懸命頑張ってる人に対してね、頑張ってって言われるとね、かえって怒られるんですよね。これ以上どう頑張れって言うんだっていうようなね感じに捉えられてしまうんでね、あんまりね頑張れっていうことはね、対応しない方がいいと思うんでね、それよりも一緒になって瓦礫を一個でもね運んであげて、あお疲れ様みたいなね、ことの方が多分いい。頑張るっていうのはね、いいように見えてね、上から目線なんですよね。偉い人が目線に対して頑張れっていう言葉を言うんですよね。大体下の人が上に対して頑張れとは言わないんですね。なので頑張れという言葉の裏にはですね、俺の方が優れてるんだぞっていう意味合いもね、こう影に隠れるんでね、それを感じると嫌に思うんで、あんまりね、対応っていうかね、何でもかんでも頑張れっていう言い方するのは良くないと思います。はい、ということでね、またいろいろと伸びてしまいましたけど、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ナオリンでした。どうも失礼します。